皆の衆、年の坊じゃ。本日も国典経典を朗読していくぞ。それではよろしく頼む。国蔵菩薩のお告げ、ある古物商に導かれた。光明は国蔵菩薩から、国蔵菩薩が役割を変えるとき、薬神如来になるというメッセージを受けた。光明が受けたビジョンによると、光明が薬神如来の仏像を制作して粘土盛りした段階まではさほど時間がかからなかった。次にこれに金粉を貼って漆塗りをしてもらうのだが、この作業を頼める職人がいつまでたっても見つからない。そのため未完成のまま薬神如来の仏像が置かれたままで北の聖地ツアーが始まってしまった。その後もいつまでも金粉貼りと漆塗り職人が見つからず困っていた時、一人の学者が来て、この薬神如来様と同じ力を持っている大きな金色の布袋様がある。布袋様の中に金色の毘沙門天様の御霊が一緒にいる。大きな金色の布袋様を買って薬神如来様の代わりに置くと良いと思いますよ。それが手彫りの狸になるのです、と言った。と思って後ろを見ると、学者みたいな人は弘法大師であった。そして大師はその木彫りの狸になってポンと消えた。以前大師から狸の帽子と大師の傘帽子を脱いで沙汰を待つというメッセージを受けた。さぬきの沙と狸の田をつなぐと沙汰を待つという意味になるのだよ、と伝えられた。光明は何のことかなと思い、大師に狸と狸で沙汰を待つとはどういうことですか、と聞いた。大師は、そなたは白虎と恐れ山の賽の河原をまた回らなければならないと言ったね。賽の河原の門の手前に布袋がいる。だから施設の玄関の踊り場に布袋を置くのだよ。その賽の河原の門をくぐったところに仏がいる。そこに人々を招き入れたら、そこで人々が石を積むのだよ。ツアーに来た人たちが施設の中に入ると、そこは門をくぐって賽の河原のような場所になる。そなたの話を聞くことによって、一人一人が賽の河原で石を積むことと同じになる。そうすることで、ツアーに来た人たちの御霊が賽の川を通れるようになる、という。ツアーに来たお客さんが施設の中で話を聞くことは、そのような意味があるという。国蔵菩薩は、大師が伝えたそのすべてがある場所にある、と光明に伝えてきた。光明が、それはどこですか、と聞くと、札幌の中島公園の水天宮の前の道を旭山に向かって走りなさい。ムカデのような乗り物のところを過ぎた先にすべてが整っている。そこに行けば大きな金色の布袋がある、と告げた。光明は車でその場所に向かった。その場所はある古物商であった。その古物商の中に入ると、なんと大きな金色の布袋があったのである。今まで薬神如来の仏像探しの調査は、巡り巡って点々としてきたが、今回でなんとか決着がついたのである。店主の話では、その大きな金色の布袋は、ある客が買う予定であったが、何年も買いに来ないので、そのままにしてあった。布袋を合計3体購入し、大きな金色の布袋は、北進北東四星角堂の玄関の踊り場に。一つの布袋は文教寺前の施設である北進北極星角堂の玄関の踊り場に、残りの一つの布袋は光明宅に置くことになった。タヌキは大使を表すので、タヌキの置物を購入した。それらの合計金額は13万6千円であった。その時光明の財布の中には1万円札13枚と千円札6枚、10円玉が4枚あった。13万6千円を支払った残りが40円。支払うお金がぴったりというのは偶然ではなく、残金の数字が国蔵菩薩の数字の4になっている。その時、光明に国蔵菩薩の意思が伝わってきた。なんとも不思議な話であるが、これも光の民の導きなのである。平の清盛公の供養と、義芸の神から力をいただく
3月26日に宮島の厳島神社を出発し、キレトの清盛塚、石像十三重の塔、能宮神社、五の宮神社、宮本武蔵を祀る狸谷山不動院の調査を行った。3月27日、白峰弁財天を祀る野々宮神社、六原三次の平の清盛塚、祇園寺の平の清盛公の供養塔の調査を行った。3月28日、伊勢の猿田彦神社の境内にある猿目神社に行き、お参りし、祇芸の力をいただいた。猿目神社は天の渦目の御事を祭りしている。3月29日、大使と由縁がある寺である辺城院の調査を行った。この寺の本堂の地下には暗い通路があり、大使の仏像の横になぜか大きいハンドルがある。この暗い通路は次元上昇の時に最初の門を通った後に通る暗いトンネルの中を表しているという。そのハンドルを回すことは門を通った後大使の前で左右に3回ずつ回り、そこでふるいにかけられることを示しているという。3月30日、足利市大日万那寺、3つの厳島神社、八雲神社、織姫神社の調査をした。その後、平安時代の前に手賀沼周辺に住んでいた人々が使った丸木舟がある香取鳥見神社の調査を行った。今回の調査でも不思議な映像が多数撮影され、それらの動画は SNS で紹介している。今回はここまでにするぞ。また次回続きを読んでいくからの。それでは皆の衆。さらばじゃ。